テレアメリカのトランプ大統領がいわゆるロシア疑惑の捜査を妨害しようとした疑いに関し司法省の元高官らおよそ450人は6日現職の大統領でなければ訴追されていたとする声明を連名で発表しました。声明では 捜査を指揮したモラー特別検察官を解任しようとしたなどとされるトランプ大統領の行為について事実の解明を妨害したか妨害を試みたという司法妨害の構成要件を満たすと指摘していますその上でこれらの事実を見て司法妨害の評決を維持できないと主張するのは論理と我々の経験に反するとして 訴追が可能との認識を示しましまたバー司法長官はトランプ大統領の司法妨害疑惑を証拠不十分と結論づけていてこれに異論を唱えた形です。